今乗ってるのがマツダ3のスカイアクティブ X ですね。まあ、燃料はガソリンなんですけど、まあ、横混合してかなりちょっとディーゼルエンジンに近いようなガソリンエンジンですね。まあ、世界でもマツダだけが開発してるエンジンなんですけど、まあ、あのガソリン車の燃費をディーゼルに近づけるというのはコンセプトで、まあ、この車あのなしかもマニュアル車ですね。でマツダ3っていうねかなりイケてる5ドアハッチのデザインに、このスカイアクティブ X というエンジンにマニュアルということで、もうオタクが飛びつくようなあのハイテク満載ホットハッチなんですけど、でもね、まあ、今直ったけどカーナビの位置がねちょっとずれたりとか、なんかこの辺の細かいやっぱり IT 系はマツダちょっとあんまり得意じゃないのかな。まあ、機械門のねアナログのハードウェア作りにおいては、まあ、名門だと思うけどね、こういったところはまだまだかもしれませんけど、まあそれはさておき、まあ、今カーナビのポジションも戻ってますけど、まあ、最近スカイアクティブ、CX60 とか、まあ、マツダ6とか、まあ、ちょっとこれ古いモデルですけども、いろいろマツダ車に乗るとこのなんかマツダ3が一番こなれてるかなって感じしますね。あのサスペンションの感じはちょっとスポーティーな固めではありますけども、あのダンピングもいいし、まあ、マツダの中ではかなり乗りやすいかなと思ってるしね、ヘッドアップディスプレイもちゃんとついてるので、まあ、こういったところはあの余念がないなと思いますね。マニュアル車、はい、もうマニュアル車なんて何だろう、教習所で乗った時に何回転であのシフトアップしますかなんていうのは教習車にタコメーターないからね。まあ、あの加速のエンジンのパンチと、エンジン音と車速の乗り具合で、まあ、ドライバーは大概判断してるんですけど、まあ、街中ではねあんまり低いギアで引っ張りたくないから、まあ、早めに、まあ、シフトアップしていく感じですね。でこのスカイアクティブ X は実は自然吸気なので、まあ、ちょっと最大トルクが出るのが4000回転前後と高めなんですね。ターボだともう1500から2000回転でガソリン車でも最大トルク出るんですけど、まあ、ただあのいつシフトアップするかみたいなインジケーターがここに出てくるんだけど、このインジケーター見てシフトアップなんて危なくてね、あの前を見て走るのが原則なので、まあ基本はだからヘッドアップディスプレイが前にあるのに、このメーターパネルにシフトアップインジケーターなんかつけたら危ないよね。こっち見て運転しちゃいますからね。だからなんかそういうところのこう割り切りみたいなところがね、なんか今一つ不親切だなと思いましたけども、まあ完全停止するともちろんアイドルストップ、アイストップです。マニュアルはシフトフィールもいいし、まあ、インテリアもすっきりしてて使いやすいし、カーナビもねあの画面のタッチスクリーンじゃなくてここでコマンドでできるので、まあ、BM タイプで非常にいいですね。だからいいもんいっぱい持ってるんですね。インテリアもいいしデザインもいいし、でもなんかちょっとしたところでボタンの掛け違いもあるのがあの面白いなと思いましたけど、はい、横断歩道です。右見て左見て OK。まあ、こういったところ走る時もマニュアルだけどね、意外とあんまりギクシャクしないで走れるし、これマイルドハイブリッドなのでモーターが、ベルトスタータージェネレーターかなということで、まあオルタネーター出力なんで約5キロワットぐらいの、 あのモーターで発進をアシストしてるのかな。で当然そこで得られる回生で、
まあ燃費が多少良くなるということですね。なんかでも最近の日本車はもう細かいところで燃費燃費で、なんかもう燃費ありきで車作りすぎて、本来の大切なことを忘れてるメーカーもあるし、まあ、社内で開発してる時に、まあ、上の方の役員がお前燃費どうなんだみたいなことを必ず言うんでしょうね。で燃費は大事なんですけど、例えばタイヤで言えばウェット性能を犠牲にしてまで低コロガリのタイヤを採用することはないのに、なぜか日本車はそのパターンが多いですね。じゃあ燃費でもっと厳しいヨーロッパにその車をそのタイヤでそのまま出せるかって言ったら、いやいやヨーロッパはこのタイヤじゃダメですっていうことを平気で言うエンジニアもいるので、一体どういうこっちゃってことですね。ヨーロッパはウェット性能を犠牲しないで燃費性能を上げるってことが、まあ部品とかタイヤとか車開発の重要な命題なんですけど、まあ日本は何だろう、やっぱりピンポイントでカタログ燃費上げたいから、規制基準にないところの性能は目つぶって、まあ、多少ウェット犠牲にしてでも転がり抵抗のいいタイヤを配置前みたいなことがありましたね。でこの1個前のあのマツダのも、マツダ3かな、出た時にやっぱとんでもない低転がりのタイヤを履いてたんで、まあ、それは広島で乗った時にもうびっくりするぐらいウェット性能悪いから、もうこれはまあプロトタイプだったんでね、もうやめてくれっていうことで、松田はすぐそれやめましたけども、まだそういう低転がりのタイヤをつけちゃう自動車メーカーもいますね。うん、まあ松田は本当にこのスカイアクティブ X とかスカイアクティブ D とか G とか、まあ、ガソリン X ディーゼル、まあ、3種類、あとロータリーも最近出てきたよね。いろんなものがあるんだけど、なんかちょっとねいろんなものを持ちすぎていて、まあ、それらをどう製品に商品として使いこなすのかっていうところがやっぱり難しいのかなと。もっとなんかシンプルにすっきりとこう割り切って車作りしてもいいのかなと思うんだけど、まあ、どうしてもこう理想主義を掲げてしまうと実際の車はまあちょっとこうちぐはぐになりやすいところはまあ気をつけた方がいいのかなと思いますけど、まあ、ちょっと冒頭からなんか厳しい話になってますけど、マニュアル車で銀座を走るなんていうのは多分この辺で私だけだろうと思いますけど、お、マイバッハ、あれもね S クラスベースなんだけど、やっぱりメルセデスっていう車作りのまあその足腰がしっかりした車を作ってる S クラスをロングホールベースにして、まあ、マイバッハブランドをつけて、まあ、さらにこう重厚に仕立てると、で今これ世界でねこのマイバッハ2万台ぐらい売れてるんですね。うん、だからまあロールスの販売台数から見たらマイバッハの2万台ってこれはもう大成功でしょうね。でもマイバッハでありながら3ポインテッドスターがあるっていうところも面白くて、最初にマイバッハが日本に登場した時に柳瀬にどうしてもベンツマークをつけてくれっていう話があったみたいですね。だからマイバッハブランドはメルセデスの上に存在しているということで、まあ、新しいマイバッハはメルセデスの S クラスベースで作ることになって、3ポインテッドスターがついたマイバッハとして、まあ、生まれ変わった。まあ、今世界でいろいろとこううまくいってる売れてる車っていうのは何もその技術だけじゃなくてやっぱりデザインとかマーケティングのうまさっていうのが光りますね。これ横から見るとね MM のマイバッハのマークがあって、後ろには3ポイントとしたで、これは V12 気筒ですね。はい、ということで左にマイバッハ見ながら今桜田門前を走ってます。マニュアルいいな
今日は12月12日ですけども、なんかもう初夏を思わせるようなあったかさですね。なんかこれ2から4に上げろとか、なんか2500回転回すと4速に上げろとか、要するにね、なんだろう、2000回転以上上げさせないようにアラームが出るんだけど、ちょっと待ってよ、最大トルク4000回転以上のエンジンを1500回転ぐらいでシフトアップしろっていうのはどういうことって思うんですけどね。まあ回転上げないで1個高いギアで走ってスロットルを多めに踏むとポンプロスがなくなってエンジンの効率が上がるっていうことを言いたいのかなと思うんだけど、でもそもそもこのインジケーターがこのスピードメーターの中にあるっていうのはね、ヘッドアップディスプレイがせっかくあるのに手前見たら手前見たら危ないでしょって。あらETC ゲートでドジ踏んでるやつがいるよ。もうそういえばこのマツダのスカイアクティブ X マツダ3は四輪駆動ですね。なかなかいいエンジンだね。あのシュパンってこう回るタイプじゃないんだけど、なんだろう、鳥餅みたいにねちっこくこう回っていく感じが、これはこれで面白いなと思いますね。なんか自然吸気ってもっとこう軽やかに軽い感じで回るんですけど、これはちょっと重厚な NA の回り方、湿った感じのエンジンですね。このね、なんかインジケーターで5だの6だの4だの、これはもう無視した方がいいですね。まあ手前見たら絶対危ないんで、せっかくいい素晴らしいヘッドアップディスプレイがありますから、前をしっかり見て走りたいと思いますね。で今規制速度と実勢速度が出てますね。規制速度は60キロ首都高速で、自分の車速は出てるんで、まあスピード違反しないで走ることができます。あとね、視界いいでしょ、ドラポジいいでしょ。これラリー車にしたいな、これだけ視界いいとね。もう懸念になっている首都高のこの3号線のつなぎ目、これのハーシュと車全体の振動に対するダンピングはいいです。いや、松田車の中で一番いいんじゃないかなこれ。まあ日本車全体のレベルで見ても悪くないですよね。トランスミッションは6速ですね。悪くないね。まあちょっと一昔前のヨーロッパ車って感じだね。でも最近のヨーロッパの車は結構ね、
乗り心地いいから。まあプジョーあたりがこうなんかライバルなのかな。まあでもどちらかというとゴルフ見てんじゃないかなと思うんですけどね。取れる？取れました。停止するときもガクってなんないし、アイドルストップも自然だし、本当によくできてますね。ただね、ちょっと細かいところをこういう表示の仕方とか少し工夫するといいと思いますね。うん、まあ現行マツダ車の中で一番完成度高いな。インテリアも悪くないし、MX30 のロータリーもちょっといいかなと思ったけど、うん、このマツダ3完成度高いです。ただ値段聞いてね、ちょっとびっくりしますよね。まあ、380万だからシビックのハイブリッドぐらいの値段なのかな。まあ、パートレーンはねシビックのイーヘブ悪くないけど、でもこのシャシーのサスペンションはやっぱマツダの方が上手だな。交差点で止まるとアイドルストップします。でクラッチ踏んでギアを入れるとエンジンが再スタート。でもこのくらいのボディサイズの方が本当に運転しやすいな。